はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、デードグルギザンホーパープキット PC 版、駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、駆逐艦のみを使って、シンガポールまでね、辛くも、これが進んでいるという状況になります。で、そのシンガポールの状況なんですけども、艦隊を再編してまして、揚陸艦のみの艦隊が一つ、そしてもう一つ、まあ、駆逐艦のみの艦隊ですね。が2ついるという状況です。じゃあ一方攻略目標に今回していこうとしているインド洋なんですけども、ご覧のようにですね、敵の艦隊は傷ついた第3艦隊と第9艦隊合計6隻のみ。まあ、飛行場はね、3つあるんですけども、これ、千載一遇のチャンスということで、インド洋に攻撃を仕掛けていこうというふうに思っています。で、さすがにね、このシンガポールに入っている艦隊だけだと、まあ、もしかしたら攻略失敗する可能性もあるということで、マレー沖に控えている艦隊もこの後順次ね、インド洋に向けて、そして新造艦の第1艦隊、揚陸艦3隻、駆逐艦7隻の艦隊もインド洋に向けて発進中というところになります。では早速、時間を進めていきましょう。まずはね、何としてもインド洋まで取って、鉄資源、お金、このあたりをね、盤石なものにしておきたいなというふうに思います。さらに駆逐艦が竣工してますね。竣工したらすぐに、編成に組み込んで、新しく出撃できるように、していきたいと思います。早速、新規編成で、新しくできた島風型駆逐艦、これを組み込んで、インド洋に向かわせます。インド洋アメリカ軍の第3艦隊6個、これは、もしかしたら再編したのかな。いずれにしても出撃していきましょう。では、インド洋攻略戦です。全艦隊出撃です。敵の飛行場の位置は、全部左側ですね。マップの左側にあります。第2艦隊を、揚陸艦12隻ありますので、4つずつ投入して、3つの飛行場全部破壊というのを目標にしていきたいと思います。では、出撃していきましょう。夜明けとともに出撃して、次の日の夜に攻略隊を飛行場に送り込んでいくという段取りでいきます。雨が降ってるんですが、ちょっとね、次の日の、というかまあこの日の夜かな、になるのをちょっと待ちましょう。3時ぐらいが来たらね、出撃していきたいと思います。では、艦隊を動かしていきたいと思います。12隻の陸戦隊を積んだ揚陸艦は4隻ずつ、3つに分けました。これでね、各飛行場を破壊ね、してもらいたいと思います。敵に発見されてしまいましたね。ただ、このまま夜になると思うので、まあ、特に脅威はないかなと思います。夜になればまだ、飛行機がね、飛べるような技術レベルに、どの国もなっていないと思いますので、このまま続けていきましょう。敵に発見されましたね。艦隊がいると思われます。飛んできてますからね。そしたら、これ揚陸艦がやられると終わりなので、揚陸艦がやられないように、ちょっと敵の艦隊の注意を引きつけに行きましょう。全速前進。で、揚陸艦はね、ちょっとでも早く、陸戦隊を下ろせるように、してもらいたいかなというところですね。ライトをつけていきます。敵の位置はもう、この辺りにいるのは明白ですからね。はい、発見しましたね。ご覧の艦隊、戦艦もいそうだな。ここにいたかっていう感じだな。
まあ、まずいことに揚陸艦がやられるとね終わってしまうので、揚陸艦がやられないようにしたかったんですけどね、ちょうど護衛がいないところに突っ込んできた感じですね。ここでインド洋まで取れるとすごく楽になるんで、できればねインド洋まで取りたいんですけどね、ちょっと危ない雰囲気になってますね今ね。さあまず一つ目の飛行場に対しては攻撃仕掛けられそうですが、揚陸艦4隻が敵に付け狙われている状態なので、艦隊でこれ割って入りましょう。敵としてもね、揚陸艦を先に沈めるのか、接近してきている駆逐艦隊を先に沈めるのか悩ましいところだと思うんですけどね、割って入ってなんとかこれをね救っていきます。第2艦隊が救援にやってきましたので、この第2艦隊でなんとかね敵を退けたいと思います。揚陸艦を1隻撃沈されてますね。これはもうしょうがないいいところかなとは思いますけど、残念だな。さあ敵の戦艦をなんとか沈めつつ、味方の揚陸艦も守りたいっていうね、ところなんですけど、ちょっと苦戦してそうですね。まあさすがは戦艦というところかな。よし、敵の戦艦撃沈。あとは陸戦隊が守備よく敵の飛行場を破壊してくれれば一番いいんですけどね。一つ目の飛行場を破壊したところで夜明けを迎えそうなので、各艦隊、洋上に退避します。二つの飛行場で、あと攻略しなきゃいけないという、まあそういう状況ですね。では、3時になってますので、ここから敵の基地攻撃に向かっていきたいと思います。では敵の飛行場に攻撃を仕掛けていきましょう。陸戦隊を突入させていきます。もうここもね、陸戦隊への数が足りるか足りないかって本当に微妙なところなんで、早く出てほしいところですけどね。1個大破してしまったところからは出られなくなってますね。ではもう1個の飛行場の方にも、陸戦隊を突入させていきましょう。こちらの飛行場の方は大丈夫かな。駆逐艦が敵の砲撃に、まあ、ここまでね、陸戦隊を積んだ揚陸艦を護衛してきたんですが、あえなく撃沈されましたね。さあここも護衛を終えて、そしたらここからはなんとか、撤退をねしっかり成し遂げてもらいたいですよね。では陸戦隊をもう一つの飛行場の方にも突入させていきましょう。インド洋まで来れればね、すごく楽になってきますからね。なんとか陸戦隊を下ろしてほしいな。3隻しかいないので、一番最後の飛行場を攻撃する陸戦隊がね、守ってくれるかどうかっていうところだとは思います。では、陸戦隊を下ろした揚陸艦を撤退します。二つ目の飛行場は、これで。占領完了です。最後の飛行場、いや早いな。これどうしてもこのターンで取りたいので、そしたら多少無茶をしてでも駆逐艦で砲撃してここは取りましょう。さあ敵の飛行場から航空機が飛んできて、この状況どうだ、ちょっと心配だな。なんとか仕留めてほしいですけどね。残り5分の1ぐらいになってますから、どうしてもここは取りたいですけど。はい。インド洋の敵飛行場制圧してます。
作戦の第一段階はこれで完了と言えると思います。だいぶでこれで、お金と鉄の収入が増えてくれるんじゃないかなという期待ですね。インド洋、まあ、これだけお金と鉄が取れる場所ですからね。あとアラビア海に進出するかどうか、まあそれはつまりドイツ軍をね救出するかどうかというところなんですけど、アメリカ軍の展開が不明なので、インド洋に進出する艦隊プラスアルファでアラビア海で攻撃をちょっと仕掛けていく前提で作戦を練りましょうか。さらにこの先を踏まえて接しているところにはスパイを送り込んでおきましょう。これでね、様子を見ていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、今のところアラビア海の攻略を行ってドイツ軍の救援というのを考えていきたいと思います。